Sonnet 1 by William Shakespeare. From fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never die. But as the riper shoot by time decrease, his tender hair might bear his memory. But thou, contracted to thine own bright eyes, fadest thy lightest flame with self-substantial fuel, making a famine where abundance lies. Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. Thou that art now the world's flesh ornament, and only herald to the gaudy spring, within thine own bud bearest thy content, and tender churl makest waste in negarding. Pity the world, or else this glutton be, to eat the world's dew by the grave and thee.悪いことをしないから善人というのではないよ。良いことをするから見た目には私もあなたも善人、良き人、善人。つまりね、それはたまたまそういう立場にいないからだけなんだよ。そういう立場にいないから善人として通るだけ。でもね、もし立場が変わったらどうなのかな。あなたは今のあなたでいられるかな。例えば教育の富を手にしたとか、あるいは強大な権力を手にしたとか、そうなった時あなたは自分を守ることができるかな。今のまま善人でいられるかな。その自信はあるかな。が今のあなたは教育の富もなければ強大な権力もない。だから小さな世界に閉じこもって悪いことをしないだけ。悪いことをしたくてもそれができない。できないからかろうじて善人でいられるだけ。他人の悪行を見ながら不平や不満を並べているだけ。愚痴を言いながら自分を慰めているだけ。わかりやすく言えば、良いこともしなければ悪いこともしないだけ。でもね、そういう人のことを卑怯者と言うんだよ。自分では何もしないで他人の失敗を横で見ながら笑っている。他人の失敗を利用しながら先に歩いた人の道だけを探して生きる。そういう人のことを卑怯者と言うのだよ。あるいは他人の悪を見て見ぬふりをしている人もいるよね。あるいは悪人の手助けをしたり、悪人に利用され餌になっている人もいる。そういう人のことも卑怯者というのだよ。ひょっとしたらそういう人は本物の悪人よりずっと立ちが悪いかもしれないよ。影に隠れてこそこそと悪いことをする。それと同じ。つまりね、それらをまとめて悪というのだよ。もう少しわかりやすく言うと、人間が動物だった頃から持つ貪欲さということかな。際限のない貪欲さ。それが
私たちの心のどこかに潜んでいる。つまりそれが悪ということになるのかな。その悪がそんなあなたの中にもちゃんと潜んでいる。そしてその時と場所を見つけるとそれは外に出てくる。あなたの心を裏から操る。あなたの行動を裏から操る。金の亡者になったり権力の亡者になったりする。でもね、もう一つ忘れていけない悪があるよ。無意識の悪というのがそれだよ。それについてシェイクスピアはさらにこう書き残しているよ。あなたが豊かになればなるほど、その一方で飢餓を生み出していると。つまりね、あなたが豊かになればなるほど貧しい人たちを生み出していると。わかりやすく言えばね、もしあなたが労働以上に収入を得たとするよね。例えば1時間しか働いていないのに別の人の1日分の収入を得たとかなどが、その収入は他の人の犠牲の上で生み出された収入ということになるんだよ。あなたが得をしたと思えば思うほど、世の中には損をしたと思う人もいるわけ。つまりそれは悪いことなんだよ。自分では意識しないままいつの間にか悪いことをしている。悪と意識しない悪ということになるんだよ。と思う人もいるかもしれないけど、つまりね、それが戦争の原因になることだってあるんだよ。人が人を殺し合う理由になることだってあるんだよ。つまりね、悪といってもいろいろな悪があるということ、そしてその悪と積極的に戦ってこそ私たちは善人になることができるんだよ。そしてその善人だけがね、天国へ行くことができるんだよ。そうでなければ教会の裏手にある墓地で朽ち果てるだけと、シェイクスピアはそう書いているよ。でもね、善人になるのはそれほど難しいことではないんだよ。自分の心の中から悪を叩き出すことはそれほど難しいことではないんだよ。方法は簡単。嘘はつかない。約束は守る。ルールは守る。この3つだけ。この3つだけをこの瞬間から始める。それを日々に繰り返す。横断歩道へ来たら車を止める。駐車場でも身体障害者の人の駐車場では車を止めない。そんな簡単なことを毎日繰り返す。人の目があってもなくても繰り返す。そうした日々が積み重なって月となり、その月が積み重なって年となる。それが積み重なって10年、20年と重なってその人の人格になる。ただね、残念なことに、だからといってそれで悪が消えるわけではないんだよ。でもね、心の片隅に追いやることはできる。外に出てこさせなくすることはできる。悪いことをしないから善人というのではないよ。良いことをするから善人というわけでもないのだよ。人間はね、悪と戦ってこそ善人になるのだよ。悪といっても自分の外にいる悪もあるけど、でもね、本当の悪は自分の中にあるのだよ。息を潜めて静かにその時が来るのをじっと待っている。それが悪なんだよ。だからあのシェイクスピアはこう書いたんだよ。汝の敵は汝自身なんだよと。
人間という美しい生き物をみんな増やしたいよね。だからね、美しいバラはなくならないんだよ。でもね、やがてね、そのバラの美しさも消えるよ。その思い出だけが優しく記憶に残るようになるよ。でもね、目が輝いている時というのはね、皆は自分のためだけに炎を燃やすよ。自分の豊かさの陰で飢餓を作りながらね、あなた自身があなたのね、残忍な敵なんだよ。つまり、世界の中で自分の姿を飾っているだけ。ただ、けばけばしく身を飾っているだけなんだよ。バラのつぼみを自分だけの殻に閉じ込めているだけ。しみったれたやり方で、いやしくも無駄にしているだけ。世界を憐れもうよ。で、なければ、あなたはただの退職官。世界をむさぼるだけのね。で、あとは、そのまま墓場に消えるだけ。Thank you.